おぎやはぎのメガネビーキ。ちょっとね、小野ののかさんをね、呼んでやってるんですが、ちょっと皆さんのテンションが下がってきてるみたいですね。いや、なんか、あんだけはっきりね、うん、やれないとね、夢がね、壊れちゃうんで。妄想する隙も与えてくれないんですか、うんうん、妄想で妄想してもいいんですか、妄想、まあ、妄想ぐらいだったら、まあ、誰でもするだろうし、いいと思いますけど。妄想でどこまでしていいんですかね、我々。うん、どこまでして、するんですか、男の人は。例えば、そら、うん、ね、まあまあ、それは最後まで、その、うん、いや、髪の毛にかかっちゃって、ブチ切れられるとか、そういうのも。感謝ですよね。大体、感謝なんで。感謝狙いで髪の毛かかって、ただめっちゃ怒ってくれません？ひどい。妄想いいんですけど、妄想はいいんですけど、本人の前でガンシャって。ガンシャ嫌い。ガンシャダメですよね。ダメなの？ガンシャ。ちなみにこんなメール来てます。ラジオネーム、目覚めたらドラ猫。小木さん、八木さん、健康さん、こんばんは、はいはい。ミスター妄想メガネこと山ちゃんが、うん、ツイッターで TBS ラジオにてついにクソメンの夢の祭典やれる総選挙の幕が開くとつぶやいてます。はい、電話してほしそうなので、電話してあげてください。あ、なるほど。あ、そうですか。じゃあちょっと電話してください。はい、なんか問題発言もありましたよね、以前電話で。ありましたよ。この人ね、だからかけてくんなって言ってるらしいんですよ。実はね。でもこんなアピールしてくる。してると。聞いてるんだ。女の子みたいな、あいつと。うん。つながった？山ちゃん？あ、ごめん。あ、プルルルっつって。あ。マジ？あ、山ちゃん？早い。おはようございます。おはようございます。おはようございます。うん。どう？去年本当に失礼いたしました、本当に。去年なんだっけ？何だったっけ？なんかやらかしたっけか？去年ちょっと泥酔で特定の方の悪口を言ってしまって、本当に。ごめんなさい。覚えてない。誰、何だったっけ？いやいや、消えた日も仕返す必要ないでしょ。え、誰のこと言ったか覚えてないんだよ。本当覚えてないの？誰かの、なんか言う、なんか言うたっけ？じゃあね。誰やったっけ？セレナです。そうだったね。特定の人をね。毎年ほら、山ちゃんさ、必ず1年に1回1人、まあ1人どころじゃないのかもしれないけど、必ず嫌いな人出るじゃん。うん。まあそう、そうですね。まあ大体ここで、この時期にちょうど、温まっちゃったんですよ、その人が。ああ、いるんだね。私もやっぱりちょっと嫌いな人はいるの？うん。いませんよ。いやいや、そんなわけないじゃん。いなかった年がないんだから。そうだよ、いるよ。そういう人でしょ？うん。いるよね。うん。ノンアルコールで絶対言わないって決めたんです、俺も。言ってもろくなことないし。ノンアルコールで？いや、アルコール飲んじゃえば、今。うん。軽く。今飲んだ瞬間に言うわけで、それでも言いたくてしょうがないじゃないですか。いや、小野ののかちゃん今いるんだけど、そう。小野ののかちゃん、そう。こんにちは、こんばんは。小野ののかちゃん、もう TBS ラジオ来たら、すぐやらせるし、玉金扱いできるし、もう、ただのやりまんみたいになってますね、もう。ひどい。何それ。やりまんなの？やりまんじゃない。やりまんじゃない。なんか水曜の方では、玉金鉄と呼ばれてて。そう。そうなんです。ああ、なるほど。それでもまた来てくれるってことは、多分ですけど、皆さん、いろいろ言ってますけど、小野ちゃん、やれるんじゃないですか。そういうの好きなんだ、実は。好きなんだ。確かにね、さっきちょっと、ひどい、俺自分でもひどいなって思う下ネタぶつけてみてんけど、はい。なんか距離縮まった気がするのよ。そうですね、受け入れてましたもんね。うん。ね、その辺。受け入れた気はしてないんですけど。その辺がやっぱ好きがいいんでしょうね。あります？気のある女性っていうのはやっぱモテますから。本当ですか？だからこうやって順位入ってくるわけですよ。そう。おかしい。優勝するとまで思ってたんだから。いや、いいことですよ、好きがあるっていうのは。なんで、そんな袖まくってさ、袖まくってさ、矢作さんは私が1位と思ったんですか、そもそも。いや、やれそうだからです、その。やれそうですよ。やれそうですよ。うん。すいません。やばい。やばいちゃん。どうしたよ。こんな綺麗に僕のこと忘れます？どうした？すいません。あ、まだ繋がってない。嫌いな人、ほら、名前、サロン。いや、それ、ね、モデルのなんか天真爛漫なハーフのやつ。ヒルナンデスのやつ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ、ここからいよいよやりセブンです。はい。それでは早速発表していきたいと思います。すごいね、やりセブンまで来たから。ね、なんだ、はい、さあ、それでは第7位の発表です。やりセブンじゃないか。惜しかったね。獲得総票数1527票。うん、
篠田麻里子出た入った入ったやれんだ念願だ88なら、うんちょっと感動するな。いや、感動する。いや、本人は本当にやりセブンに入りたがってた。聞いてる可能性あるからね。うん、そうそう。入りたい、入りたい。これすげえ感動してると思うよ。この上がり方かっこいいな。かっこいいね。第6位。獲得総票数、1555票。うん。おー手島優おーいや、やばい。本人が嫌がろうが入ってくるってね。本当に実力あんねんな、これ。すごいだなぁ。やらせる実力あんねん。さあ、続いて。第5位。獲得総票数、うん、1622票。おー菊池亜美落ちたけどもやでもまあまあまあ、ねね、前回良かったです前回良かったですね続いて第4位獲得総票数1678票、うん、おー武井美和子あらそう俺の中ではちょっと今回取れんじゃねえかっていうのあったんだけどねえ、かけみよ、ねね、一気に来たんじゃないかけみよこは。基本的にも世代が近いんじゃないですかこれ。そうですね。同世代の。同世代で。出口調査の10位だったから。え、うん、私じゃあ逆転されたってことですか。ほら、悔しいでしょ悔しいよね、それを聞くと。なんかちょっと、それだけ悔しいかも。そうなんだよ、ほら。そうなってくるの。やらせでよかったのよ、誰も。そこなのよ。誰でもやらせんからこんなことなんのよ。そう。さあ。ボケツ掘ってんのよ、うん、いきます。いよいよ第3位です。あ、そうですね。この辺からちょっと順位難しいですからね。ちょっとここまで来ても分からへんの分かんない、うん。それではいきます。第3位。うん、獲得総票数、1887票。おー !AKB48 小島春菜、うん、おー確かにもうこう卒業してきたしね。確かにやれるそうなってるね。あの見せられたらね。あのケツ。ケツすげえな。あの写真集はもう見ました。すごいでしょ。ああすごいお尻、うん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 。これもやれるはずだよ。これ見て男性はやれると思うんですよね。思う。うん。だって突き出しちゃってんだから。こ、うんな、うんうん、姿出せんだから。そうだよ。いらっしゃいませっていらっしゃいませって言ってますから、ね。うんバカみたいだな。こっちを持って、立ってこうやって腕ね、横にこうやって、腰に立ってたら向こうが入れてくれる。ひどい自動追尾システムバンクしてきてる。GPS。おらい、おらい。うん。いやー、なんと。3位。これも今3位までですから。待って、残りは2人は誰と誰なんですか、うん、いや、これは。結構もう何人も燃えてるわけですからね。24名いるから分かんないのよ。20位から下と、1位、2位が。5人、6人ぐらいいんのか。前のゴークも残ってますよ。残ってるし。男性も指原、矢口ちゃん。矢口ちゃんで、野呂。野呂かよ、綾野剛、神田さん。え残って意外と神田さんとか強い可能性あるよ。神田さん強い。もう矢口ちゃんと、やばいね。指原いるんですよ。ちょっと、ちょっとこれ大変。この二人。強いよ、はい、その二人は。強者二人残ってますからね。残ってる。ちょっとこれ、1位難しいかもしんない。うん、じゃあ第2位の発表します。獲得総票数、1966票。おぉはん矢口まり おぉレクジ調査で1位だったヤグッちゃんが2位に。みんな収納。